どうも、クニでーす。皆さん、2016年もあと残すところ2週間となりました。そこで今日はですね、僕が2016年あっぱれで対戦したすごいピッチャーベスト3を紹介したいと思います。今季はですね、僕あっぱれで約30試合に出場しまして、まあ、2013年から僕はあっぱれは加入してるんですけども、30試合出たのは初めてです。今年が多分一番あっぱれが強いチームと対戦した年じゃないかなと思いますので、今までで最高のベストピッチャー3人をご紹介できると思います。それでは早速紹介していきたいと思うんですけども、まず第3位です。こちらですね、春先に対戦しましたマミーズの北村投手です。もうマミーズさんでも代々めちゃめちゃ強いチームでして、この北村投手というのも右のちょっとやや変則の投手で、スライダーがめちゃめちゃ切れるピッチャーなんですよ。で、僕も対戦させてもらいまして、まずそのスライダー感じたのは、その縦スラとかじゃなくてもう完全な横スラで、もうすごい極端に言うと左から右に全部流れていくような感じのスライダーですね。めちゃめちゃ曲がるという印象のスライダーでした。チームメイトであります徳さんもですね、北村投手が一番やりにくい投手ということをおっしゃっておりまして、クレバーなように見えて気持ちですごく押してくるピッチャーなんです。練習試合ですが、なんとか僕は1安打放つことができましたが、打ったのはストレート、スライダーはまだ打ってないので、来季は北村さんのスライダーを打てるように頑張りたいと思います。さあ続いて第2位、こちらはこちらは風船界の佐藤投手を挙げさせていただきたいと思います。佐藤投手とは秋口にストロングリーグの決勝トーナメントの方で対戦させていただきまして、まあ、こちらは風船界は土曜日のチームなんですけども、土曜日のリーグで勝ち上がったチームとやらせてもらって、結果僕ら負けたんですけども、まあ、その佐藤投手というのがすごいピッチャーで、まあ、言ったら草野球界の鉄腕という異名を取ってもおかしくないぐらいの働きをするピッチャーでして、僕らのこの試合勝った後にですね、またそのスログの決勝トーナメントが翌週もダブルヘッダーであったんですけども、そのダブルヘッダーでバンバータ戦も含めてのですね、確か13イニングを1失点、ダブルヘッダー両方先発して両方感動するっていうね、離れ技やってのっけてるんですけども、しかもそれ1失点、バンバータに取られた1失点だけっていうね、もう謎の鉄腕ぶりを発揮したんですけども、まあ、僕らと対戦した時も、まあ、そういった形で先発をしまして、で持ち球は結構ストレートも押してく、持ち球はやっぱストレートとスライダー、あとはツーシームとかあるみたいなんですけども、僕の時はツーシームは投げてこなかったんですよ。後からチームメイトに確認してみたら、佐藤の感覚的にツーシーム投げると打たれると思ったらしいっていうね、回答をもらったんですけど、僕ツーシーム苦手ですよ、おそらく寄ってくる系は苦手です。で、この試合は僕一応2安打打ってまして、初回にスライダーをうまくレフト前に打ったのと、最終打席でスライダーか何か待ってて直球系が来てライトにヒットを打つっていうのを、まあ、2本打てたんですけども、まあ、そんなになんかこうもうガッチしなんかこう打ってたっていう印象もないので、来年もう一度対戦したいと思います。さあ、そして今年やったベストワンピッチャーですけれども、こちらですね、もう皆さんもお分かりじゃないでしょうか。そうですね、おなじみバンバータの亀谷投手です。いやー、このピッチャーはね、反則ですよ、イエローカードぐらいの投球をするピッチャーです。まあ、どういうピッチャーかというと、まあ、持ち球がストレート、あとスライダーもありますよね、でフォークボールもあるで、シュートもあるとね、まあ、だから右左下全部あるんですよ、全部あって、しかもストレートも速いし、でそれぞれその4種類をさらに今度はサイドからも投げてくるんですよ。どうにかしてくれよ、まあ、そんな感じで、まあ僕らこれゼビオドリームカップの予選で戦ったんですけども、5対1で結果負けて、僕自身も3打数1安打でよく1本打てたなと思うんですけど、全然それも打ってる僕印象なくて、で僕初回に三振してるんですよ。しかも見逃し三振してて、見逃し三振と僕本当は人生でもう数えるほどしかないんですよ。しかもこうなんかボールと思ってストライクじゃなくて、もうストライクなのに手が出なかったみたいな感じで、ほんとすごい嫌ですね。一打席のツーナッシング追い込まれてから来たもうシュートツーシーム系の球がもう未だに忘れなくて、来た球僕打ったら手当たってるんですよ。でファールって言われて、まあ、ファールなんですけど、もうあれがね、もうなんかトラウマなんですよ、もう本当に。ちょっとね、あれのせいで僕ちょっと体調を3日ぐらい崩したんで、後からちょっと亀谷投手に慰謝料を請求したいなと思います、本当に。まあ、なんでどうしても打ちたいんで、わざわざですね、沖縄までバンバータのスパイを行きまして、亀谷投手のブルペンに潜入して、丸裸にしてやりましたんで、なんとか来季はですね、対戦したらまたヒット打てるようにしたいと思います。ツーシーム、中途系の球をですね、
ぜひね、僕はね、ヒットしたいと思います。それを励みに、2017年も頑張っていきたいと思います。頑張って、バンバーター、倒すぞ。で、ちなみにですね、亀谷投手ね、体めっちゃガッチガチじゃないですか。あんなガッチガチなのに、別に筋トレしてないらしいんですよ。で、食制限もそんなしてないらしいので、じゃあ今度、亀谷投手が、筋トレバリバリして食制限したらどんな風になるんだって気になりません？なんでこれちょっとまだ本人許可取ってないんですけど、そのこれ動画で伝えてる感じなんですけど、なんか機会あったらですね、亀谷肉体改造計画みたいなのね、僕の肉体改造計画と合わせてね、なんかやれたら面白いかなとかちょっと思ってるんですけど、これカメラでしかも言ってますけど、ちょっと思ってるんですよ。はい、ということで、2016年の振り返りは以上となります。他にも、いろいろ対戦したピッチャー、そして抑えられたピッチャー、いろいろいるんですけども、その中でも僕の印象に残ってる印象ベースで、3人ご紹介させていただきました。来年もこの投手から、しっかりとヒットが打てるように、そして、クーニンズも指導しますので、一応目標にしてるのがですね、連盟の区の大会優勝すること、そして GBL トーナメントで優勝すること、ここは決まってます。あと何大会出るか決めてません。ここはマストで勝ちたいと思いますので、皆さん来年も応援よろしくお願いします。それでは今日の動画は以上となります。応援コメント、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それでは、失礼します。2年半の努力は一生あなたの支えになるはずさ、きっと一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先も宝さ。